リビングストンは、グアテマラ、イサバル県の都市。ホンジュラス湾の中にある、アマティケ湾に臨む。ガリフナ文化で知られ、グアテマラの他の地域と大きく異なる。聖石泥の日のパレードリビングストンは、アマティケ湾に流れ込むドゥルセ川の河口に位置する。リビングストンの人口構成は、グアテマラの他の地域と大きく異なり、ガリフナ、インド人、ケクチ族、 およびラディーノの文化が共存する。ガリフナは特に文化と呼ばれる音楽と踊りで知られ、また仮面をつけたヤンクヌという新年の踊りでも知られる。グアテマラには5000人ほどのガリフナが住み、マヤ諸民族や新家族と共に先住民として認められている。その大部分はリビングストンおよびプエルトバリオスに住む。ガリフナは基本的にカトリック信者であり、 1892年以来聖医師泥を守護聖人として祝う。これとベリーズのガリフナ入植記念日に影響された、リビングストーンへのガリフナの定住の祝いが結びついて、ガリフナの日、ガリフナ語で、ゆるメインと呼ばれる記念日になった。1980年代半ばより、ガリフナの日はリビングストーンが公式に建設された11月26日に行われるようになり、 1996年には政府によって公式にこの日がガリフナの日とされた。リビングストンから他の場所へ行くための陸路は存在せず、交通は船による。ケントのプエルトバリオス及びベリーズのプンタ・コルタとの間に定期船が運航している。他にトゥルセ川を遡ってイサバルコ近くのフロンテラスに出たり、ベリーズのプラセンシアやホンジュラスのラセーバに行くこともできる。 この一帯には古くは、マヤ系のチョル族が住んでいたらしいが、17世紀までに、スペイン人によって、他の土地に移動させられた。ドゥルセ川とイサバルコは重要な交易路にあたり、イギリス、オランダ、フランスなどの海賊が出没した。1802年にロア担当のガリフナが、ハイチのマルコス・サンチェス・ディアスに連れられて、現在のリビングストンにやってきた。彼らは町を、ラブガと呼んだ。 クアテマラがスペインから独立した後の1831年、リビングストン法典で有名なアメリカ合衆国のエドワード・リビングストンにちなんで、リビングストンと命名され、イサバル県の県都になった。19世紀のリビングストンは主要な貿易港であり、1880年代に関税が免除されると、アメリカ合衆国のユナイテッドフルーツ社が水路でバナナを運び、また、 ドイツのフェロパスコ社がアルタベラパス県の小判からポロ地区側までのベラパス鉄道を開き、ドゥルセ川を往来する蒸気船を運行してコーヒーカカを木材を運んだ。しかし首都グアテマラシティからプエルトバリオスへの鉄道が建設されると貿易の中心はそちらに移り、1920年に県ともプエルトバリオスに移った。ケクチ族はアルタベラパス県から 主にコーヒーを積み込むための労働者として20世紀中頃にリビングストンに移住してきた。ありがとうございます。